こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴールデンアニュー、これはいいスタートを切りました。クラシックゲラ、この馬も好スタートを切りました。マキャベリア前に行きそうです。ゴールデンオピニオン、それに続いています。さらにはクラシックゲラ6番セイントルゼンス、その後ろ先頭に戻りましょう。先頭は大客ヘリオス、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。並んで4番ゴールデンオピニオン、八重の無敵、それに続きます。すぐ後ろにセイントルゼンス、並んで3番マキャベリア、その外にアクティブスピリッツ、さらにはコスモインディア、その後ろにシアトルメーカー、黒の帽子ハイエネン、その後ろ、これはいいペースです。前の馬には厳しい展開です。ここでクラシックゲラ先頭に変わりました。ゴールデンオピニオン、ほとんど差がありません。3番手にマイテックヘリオス、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った。マイテックヘリオス、マイテックヘリオス先頭、2番手はゴールデンオピニオン、追いすがる。やはりマイテックヘリオス先頭だ。マイテックヘリオス先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はゴールデンオピニオン、マイテックヘリオス、この馬で決まりか。マイテックヘリオス独走、マイテックヘリオスぶっちぎりです。マイテックヘリオス1着、2着はゴールデンオピニオン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。マイテックヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、ニクロディクタス前に行きそうです。インディアンフェアリー、それに続いています。さらにはスタインデン12番コンサートジョイン、その後ろ、もう一度先頭からニクロディクタス先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。ニクロディクタス先手を取りました。これに続くのがエッドカラーズ、その外にコンサートジョイン、スピードベーブ、そのうちに続いています。その外にインディアンフェアリー、その外からボーンカット、内からはスタインデン、ブレイクエリート、そのうちに続いています。その隣にブランドブルー、その横にドクターウェイ、アフネスパニー、この馬もこのグループ。すぐ隣にファインシアター、しんがりからクイーンタズです。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ブリートダイヤ先手を取りました。先頭は依然としてブリートダイヤ、2番手はニクロディクタス、これは絶好の手応え。コンサートジョイン3番手、さあニクロディクタス、このまま逃げ切れるでしょうか。先頭変わってニクロディクタス、ニクロディクタス先頭、2番手はブリートダイヤ、懸命に追いすがります。やはりニクロディクタス先頭だ。ニクロディクタス先頭、残り 100m、 ニクロディクタス先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ニクロディクタス2番手はコンサートジョイン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ニクロディクタス1着、2着はコンサートジョイン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ニクロディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のムーンコスモス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ここはまずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。ダンシングカラー前に行きそうです。続いてミルフォードスルー、リンクの帽子、東マジョルカ、その後ろすぐ隣にムーンコスモス、内からはディバインマリーリン、スカーレットブーケ、そのうちに続いています。その外にカフェグローブ、さらにはエリゴギムレット、その外にビショップサンドル、メジロブロッサム、この位置です。その外にオリーブサイレント、マチカネシャルダウン、そのうちに続いています。その隣にウィニングダーク、その横にマイナリウス、すぐ後ろにエアディピニー、シスター東証、そのうちに続いています。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭は東マジョルカ、2番手のムーンコスモス、先頭を捉える勢いです。メジロブロッサム、いい位置です。さあここからどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。東マジョルカ先頭、ミルフォードスルー先頭、2番手はスカーレットブーケ、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はスカーレットブーケ、メジロブロッサム必死に追いすがります。メジロブロッサム迫る、メジロブロッサムもう一伸び、メジロブロッサムわずかに、メジロブロッサム体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。